はい、じゃあ本番いきます。本番よーい。始まりは万引き未遂だった。俺は娘が万引きしたなんて思ってねえんだよ。カノに何したんだよお前。あーせや本当にすいませんでした。ナオトが悪くないんだから。お前昔痴漢で捕まったらしいな。お前が何したか分かるまで諦めねえぞ。もっと正しい行動しなさいよ。俺はただ本当の話が聞きたいだけだ。あんたは正しくない。坂部さんやめてください。もういいですから。本当に申し訳ありませんでした。いじめがないって言うなら担任のあんた証拠出せ。店長に対してはどのような心情でしょうか。お前らには関係ねえだろうがよ。万引きをした娘さんにはどのような思い。その喧嘩を打ってんのか。変なことやめなさいよ。うるせえ。そんなことしたってカノン喜ばないよ。ふざけんな。俺にはカノンしかいねえんだ。失っても生きていくしかねえんだ俺は。あんたあの子の何知ってるの。カノンが盗んだっていうマニキュア何色か知ってる。だから盗んでねえし、そんなのつけてるの見たことねえよ。透明だったって。全員がかわいそうな人っていう。でもみんな普通に生きてる、うん、普通の人。そうなんですよね。事故を起こした責任を誤ってどうにかなる問題ではないことは分かっています。どうか娘を許してください。そうチョイスしただけで、うん、かわいそうな人しか出てこなかったっていうような気持ちになりましたね、うんうん。ナオトも苦しいだろうけど逃げずに真面目に向き合えばね、人っていうものはちゃんと伝わるんだよ。吉田監督がこうどんどんこう作品の内容的にどんどん攻めて攻めて登場人物たちを追い込んだ追い込ん で最後にそれぞれにちょっとだけ救いを投げるんですよね。その救いがもう本当に今まで受けた追い込まれた分とはとてもじゃないけど割に合わないような救いなんですけど、全然割には合わないんですけど、それがなんか妙に染みたというか。これマジっすか。うっせえよ、始めたばっかなんだからこんなもんだろうが。マジっすか。別にただカノンはどんなのが好きだったんだろうかなと思って。現場はものすごくあっけらかんとした。そうなんですよ。二人でものすごく嫌な感じの芝居してるんですけど、カットかかるともうヘラヘラするみたいな。笑い飛ばしてくれるんですよね。そう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 。おいカノンに何したんだよお前。あー、はい、オッケー、いいねみたいな。そんなよかったですねーってこう、そういう現場です。見る人によっていろいろ感じ方が変わるような作品だと思います。できればですね、大切な人とか大好きな人とか大嫌いな人とかと一緒に見に行って、その後どんな感想を持ったかっていうのをお話しできる作品だと思います。苦痛でしかないんですよ。何なんですか、正しいとか正しくないとか。見た人それぞれがそれぞれの登場人物に対してどっかしら自分と似たようなものがあるんじゃないかなと、少なからずそんな気がしております。僕自身も見終わって、ああ自分ももしかしたらこの人物のこういうところがちょっと秘めているかもしれないと感じてしまったぐらいだったので、おそらく皆さんにもあるかもしれないので、ぜひそこをこう見ていただいて自分の中で、その感情を紐解いてもらえれば幸いでございます。みんなどうやって折り合いつけるのかな。人は人を憎み、人は人に寄り添って。